足速い。絶対に体育の時より速いぞ。みなちゃん、最近は授業中でもずっとくーちゃんのことで頭がいっぱいだもんね。くーちゃん、今日はね、タコさんウインナー持ってきたんだよ。あとね、他にもくーちゃんの好物があるかなと思って、いろいろと残してきたの。くーちゃんダイエット、恐るべし。すごいよね。くーちゃんのためなら、お弁当を半分も残せるなんて。でもよ、人間の食べ物って猫にはあまり良くないって話だぞ。分かってるよ、ミナもネットでいろいろ調べたもん。だからね、ミナのお弁当の分けっこは今日でおしまいなんだよ。明日ミナはお小遣いの日だから。だから明日からはちゃんとクーちゃん専用の美味しい猫ちゃんフードを買ってあげるの。誰かの家で飼ってあげられればいいのに。みんなの家にもそれぞれの都合があるもん。仕方ないよ。いや、むしろこの方がみんなの友達って感じがして私は好きだぞ。うん、くーちゃんは私たち仲良し4人組みんなの友達だもんね。なるほど。誰かの家に飼われたらみんなのお友達ではなくなってしまうな。くーちゃん、くーちゃん、今日は何して遊ぶ？何して遊ぶ？ミナは、そうだな。じゃあ、猫ごっこ、猫家族ごっこ。みんなでね、子猫になって、くーちゃんと家族になるの。あ、くーちゃんもそれがいい？時間は5分。試練を始めよ。己を偽り続ける余裕はない。心の底からも本当の君たちをさらけ出したまえ。騙した！トレミちゃんが騙した！本当はカニちゃんを死刑囚にするって言ってたのに！
わからないことを言うな。嘘つき嘘つき、協力したら助けてくれるって言ったのに嘘つき。黙れ黙れと言っている。嘘つきはお前だ。わけのわからないことを言うな。やめて二人とも。ドレミちゃんも落ち着いて。ミナちゃんは混乱してるだけ。混乱なんかじゃない。フーカちゃん、カリンちゃん消えて。これは全部ドレミちゃんの仕組んだことなの。本当にごめん。ミナはどうしても逆らえない理由があって無理やり協力させられたんだよ。ミナてめえ、ふざけたことを言うんじゃねえ。離せ、フーカ。そいつの大嘘を信じるな。ドレミちゃんが嘘つきだ。信じるんじゃなかった。ヒナはどうなってもいいから、みんなドレミちゃんをやっつけて。そんなことして意味なんかないよ。あるよ。私とフーカは断罪者、そしてドレミはピエロなんだ。私たちはミナかドレミのどちらかを助け、どちらかを見殺しにすることで生き残ることができる。どちらかを信用してどちらかを見捨てろってこと？ドレミちゃんが本当の犯人なの。証拠もあるんだよ。あるわけない。ならばむしろ犯人はお前だ。私に濡れ衣を着せようとしているのが証拠だ。ドレミにはミナが犯人だということを示せる証拠はない。こんなわけのわかんないことを言い出すこと自体がミナが犯人の証拠だ。ミナのドレミが犯人だという証拠は何なわけ？見れば一目でわかるよ。そこのエレベーターを上がったところにある部屋、そこがドレミちゃんがこのデスゲームの準備をしていた部屋なの。見れば一目でドレミちゃんが犯人だってわかるものでいっぱいだよ。そんなみんな、てめえ殺すぞ。ぶっ殺すぞ。有罪。なんで私を信じてくれないの？カリンちゃん、なんでカリンちゃんが私を信じてくれ。簡単な話さ。どっちも証拠を示せずイーブンな状況ならさ、私はドレミを信じる。いや、逆だな。私はミナを信じない。カリン。随分私に懐いててくれて、親友みたいに思っててくれたようだけど、私はね、あんたのこと親友だなんてずっと昔から思ってない。嘘だ。こんなの嘘。大好きなカリンちゃんが私のこと嫌いだったなんて嘘だ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 。
フーカ、それからどれにも騙されないで。泣けば許してもらえる、甘えれば優しくしてもらえる。自分に得になるように本能に従ってやってるだけ。動物なんだよこいつは。甘えてこびて可愛がられて一番得な場所に居続けようというだけの、ただの動物なんだよ。する必要はないよ。この鳴き声もただ動物の本能で出してるだけ。人間みたいな感情とかそんなものなんてない。ただただ動物的本能に従ってるだけ。お前はただ私たちのマスコットでぬいぐるみで愛玩動物だっただけ。小学校の頃からずっとお前を人間の友達だなんて思ったことなんかない。そんなのって、そんなのってあんまりだよ。あんまりだよ。カリン、フーカ、心を痛める必要はないよ。ドレミはもっと心を痛める必要がない。どういうこと？ミナはね、影ではあんたのことすっごく嫌ってたんだよ。嘘だよ。嘘じゃねえだろ。しらばっくれんじゃねえぞ。私が気づいてないとでも思ってたか。小学校の時も中学校の時も今だって、こいつは自分の忖度だけしか考えないただの動物、人間じゃねえんだよ。助けて、助けてよ。お前なんか誰も助けねえよ。違うよ、お前なんかに言ってないよ。はあ？助けて、助けてよ。私をいつも助けてくれた、頼もしくて優しくて本当に強かったカリンちゃん。私がいじめられてるといつも助けてくれたカリンちゃん、本当にかっこよかった。リナのスーパーヒーローだった。聞こえてるんでしょカリンちゃん。私を助けてよ。そうだね、ミナは昔っからいじめっ子によく絡まれてたよね。多分さ、ミナがあまりにも可愛いから男子もちょっかいを出してただけだったと思うよ。でもおもちゃを取られたり文房具を隠されたり、嫌だよねそういうの。そういう時いつもカリンちゃんが助けてくれた。いつもいつも。ミナの匂いつき消しゴムを隠したやつ、思いっきりぶん殴ってやったっけね。ミナの筆箱でキャッチボールした男子もカリンちゃんがやっつけてくれたよ。ミナの教科書に卑猥な落書きをしやがった男子も私が制裁したんだっけね。いつだっていつだってカリンちゃんは私のスーパーヒーローだったよ。じゃあさ、あれは覚えてる？魔法のファッションスターレイヤーズ5の変身ステッキ。え？私は忘れないぞ。あんたは私を裏切ったんだ。
あんたはあの時動物の本性を見せたんだよ。あの時から私はあんたのことをただ可愛くてじゃれるしか能のないただの動物だと思ってる。カリンちゃん聞いて。ううん、何も聞きたくない。というかむしろ動物の分際で人間の言葉で喋るんじゃねえぞ。普通に整理すればミナの方が嘘っぱちなのはすぐわかるよ。本当にドレミが犯人なら自分をピエロなんて危険な立ち位置にするわけがない。ましてや共犯者のミナを約束を破って死刑囚にする意味なんてもっとない。そんなことをすれば内幕を全て暴露されるのは当然。どうしてそんなすぐにバレる嘘を。なんで私に濡れ衣を着せようとした。シンプルな脱出方法が選択できるようになったから。シンプルな脱出方法ってミナの拷問レバーを引くんだよ。カリン、瀕死の苦痛を与える拷問と犯人は言った。
殺すという言い方はしなかった。それに耐えてもらい、私たちは一度ここから脱出、そしてミナを助け出せる鍵か道具を見つけて戻ってくる。私に異論はない。私に濡れ衣を着せようとした罪はそれで償ってもらう。ドレミちゃん。だが償い終わったら友達だ。だから助けに戻る。私は親友だ。いいから聞いてみろって。驚いちゃう返事が。笑えちゃうかもよ。これ突然。いつもミナを助けてくれてありがとう。はい、これかりんちゃんにプレゼント。何これ、何かのカード。そして昨日もミナだけの仮面剣道になってくれた。急に改まってどうしたんだよ、何かあったのかよ。全然深い意味はないんだよ。嬉しいけど、突然プレゼントなんか差し出されると戸惑っちゃうぞ。みんなね、先日夢を見たんだ。小学校の頃の。あの頃からみんなはよく男子にいじめられてて、いつもかりんちゃんに助けてもらってた。そう、いつも助けてもらってる。そしてそれがす
すっごい嬉しいんだ。毎回助ける私の身にも慣れってもんだぞ。かりんちゃん、いつも言ってたよね、しっかりしないからいじめられるんだって。でもね、それでもいつも助けに来てくれるかりんちゃんがとても大好きで、みなはきっとかりんちゃんが来てくれるからいじめられっ子のままでいいんだって思ってたのかもしれない。え、何？私が来るからむしろいじめられてたっての？わざとじゃないんだよ。でも今思い返すと、そういう気持ちもあったんじゃないかなって。それでね、ミナはもっとカリンちゃんに感謝しないといけないんじゃないかなって、そう思ったの。でねってね、メリガルでカリンちゃんが欲しがってたカードが安く出てたの見つけたの。ありがとう。私が欲しかったカードとは微妙に違うんだけど、気持ちは嬉しいぞ。え？あ、やっぱり？よく似た他のカードはみんな1万円超えだったのに、これだけ100円だったからちょっとおかしいと思ってたんだよ。感謝の気持ちが100円ポッチでも私は嬉しいぞ。じゃあね、バイバイ、かりんちゃん。バイバイ、かりんちゃん。人の声が聞こえたら、私はどこへだって現れる。かりんちゃんは本当に頼もしいよ。かりんちゃん、実は本当は男の子だったりしない？女装してるだけの美男子だったりしない？ないない、わけない。まさぐんないで、生えてないから。男の子は普段は縮んでて引っ込んでるって聞いたよ。かりんちゃんのもきっと今は縮んでて引っ込んでるんだ。やめて、やめてってば。みんなくすぐった。やめて。みんなって案外いじめられるのも込みで楽しんでる気がする。だって必ずみなちゃんのヒーローが助けに来てくれるもん。ヒロインというのは悪にさらわれてひどい目に遭わされるのも込みで醍醐味だと思うな。わかる。テレビでさらわれるお姫様とか、ひどい目に遭いそうなヒロインを見るとドキドキする。するよね。なんでだろうね、胸の中のお姫様回路がうずくというか。
んじゃないよ。毎回助けに入るヒーローの気持ちにもなってよ。でもかりんちゃんもその度に必殺技ができて絶対に楽しんでると思うよ。もしもだよ、私がいっぱいトレーニングしていっぱい強くなって仮面剣道 V3 嵐くらいに強くなっちゃったとして、 V6 ね、そこテストに出ます。ミナが男子にいじめられてる時、ミナがセントブーブースラッシュってやっつけちゃったら、セントバンブーね、次間違えたら試験中止です。ミナが自分だけで男子やっつけちゃったらカリンちゃんの出番がないんだよ。おう、それでも全然問題なし。その時は仮面剣道光る東京やろうよ。私が光るでミナが東京だぞ。っていうか本当にやらない？ミナの衣装も作ってあげるよ。ミナはコスプレするなら魔法のファッションスターの方がいい。カリンだけじゃなく、ミナも小学校の頃からずっと同じのが好きだな。いつまでも変わらないって結構素敵なことなんじゃないかなってたまに思う。私たちは成長して変わったと思い込んでいるだけで、案外何も変わらず小学生の頃のまま体だけ大きくなっているのではないかと思うこともある。だとしたらあの二人は素直な素敵な子ってことだね。いつまでも仲良しの二人でいてほしいものだ。だからミナはカリンちゃんのこと大好き。だからこらまさぐるなんてくすぐったやめて。